困りました。勝負簡単。償いたまえ、もう一回に償いたまえ、もう一回に
これだけたくさん戦ったなら得点は十分の。まず強砲艦のスコアボードを確認してみよう。探せば向かい。得点はもう十分みたいだな。どうだコーチ、次の強敵に挑む準備をしようぜ。よーし、燃えてきた。早く戻ろうぜ。気づけばもう何試合も戦ってきましたね。どうです、ウルカ選手、少しは慣れてきましたか？慣れるには慣れてきたが、幻覚がますますひどくなってる気がする。カルチャーショックでこんなひどい幻覚。可能性はありますね。博識学会の学者が知恵に謁見するため必死に努力したそうなのですが、いざヌースを直視した瞬間に発狂してしまったという話を聞いたことがあります。有機生命体の脳は本当に脆弱なんですよね。そんなこと言われたらますます怖くなってきたじゃねえか。俺にはまだまだ燃え盛る青春が待ってんだ。こんなとこで倒れるわけにいくか。それに次の試合は重要なんだ。対戦相手が顔見知りってやつだから。直接会ったことはないが、ベロブルグであの人のことを知らないやつはいねえだろ。トーパーズさん、銃の赤心の中でもとびきり可愛くて、私大好きです。気を悪くさせるつもりはねえが、カメリさん、俺はカンパニーが嫌いだ。あいつらは俺の故郷を売り物にしようとしたからな。ルカ選手、カンパニーは巨大な企業です。人にレッテルを貼るのは簡単ですが、結局のところ私たちが関わり合う人はみんな血の通った生命体なんです。私だってカンパニーの一員ですが、ルカ選手は私のこともお嫌いですか？いや、変なこと言って悪かった。ごめん、カメリさん。確かにその通りだ。トパーズがどんな人なのか実際にこの目で確かめないとわからないしな。
今回カンパニーの代表として出場してるみたいだ。実際俺は、でもどうやら俺はカンパニーの幹部に対して本能的に恐怖を感じてる。戦うからには俺らベロブルグの凄さを思い知らせてやる。ルカ、試合の準備はできた？ああ、準備できたぜ。私も撮影の準備はバッチリです。これから対峙する両者はただならぬ因縁があると言えるだろう。戦いが始まる前からすでに火花が散っている。青コーナー、ベロブルグ代表、鉄腕のルカ。赤コーナー、スターピースカンパニーの不良資産生産エキスパート、聴衆の王玉、トパーズ。まさか、ヤリーロ6の人が銀河で活動し始めてるなんてね。この演武伝令で君に会えて、とても…俺も試合が楽しみだぜ、トパーズ。俺らベロブルグ人の底力を見せられる絶好のチャンスだからな。久しぶりだね。こんなところで君に会えるなんて思ってなかったよ。君こそベロブルグ代表チームのコーチになったんだって？本当にびっくりしたよ。請求列車、以前はベロブルグの債務問題を仲裁して、今度は彼らのために演武典礼に出場してる。君たちもう子供じゃないんだから、自分の足で歩いてみせたらどう？ベロブルグの人たちはいつだって過酷な環境で暮らしてきたんだ。俺らはとっくに自分の道を歩いてるさ。口だけは達者みたいだね。私はベロブルグのことを悪く言っているわけじゃない。ただあの債務危機を乗り越えた後の君たちが本当に自力で立ち上がることができるのかを確かめたかっただけ。もし大物の善意にあやかって難局を乗り切っただけなんだとしたら、それは自由人になったわけじゃない。自由の権利を与えられた奴隷になっただけだからね。ベロブルグのみんなは奴隷なんかじゃねえぞ。ごめん、思ったことを言ってるだけなんだけど、ちょっと火花が散りすぎちゃったみたいだね。さあ始めよっか、ベロブルグのルカ。望むところだ、かかってこい。私たちは手加減しないから。彼を倒した社員には業績評価で高い評価をつけてあげる。わかるみんな、業績評価のためだ。ぜひ熱心にしてください。ふん、奪い得してこの
自分でやらないといけないこともあるしね。カカリア様、今私のことなんて呼んだの？おや、どうしたんだルカ選手、急に固まってしまったぞ。ああ、いや、なんでもない。さあ、かかってこいトパーズ。ちょっとやってるみてえだ。は本気を出さないといけない。まだ異変の元で火力が足りない。ガツンと来やすいか。涙発動。
勝者は鉄腕のルカ。ベロブルグの代表が実力で自らの矜持を守った。なんと感動的なことだろうか。ちょっと、あの白フクロウはカンパニーの社員だよね。なんであんなに相手に感情移入しちゃってるの？ま、でもルカ、ナイスファイト。君の勝ちだよ。トパーズ、全力を出してないだろ。そんなに俺を軽んじてるのか。誤解しないで。銃の赤心にとっていわゆる全力を出すのは命を懸けて戦う時だけ。これはちょっとした試合に過ぎない。命を懸けるどころか怪我だってしたくないよ。じゃないとカンパニーの防具に悪評が立っちゃうからね。君は勝った。もっと自信を持ちなよ。これはれっきとした勝利なんだから。それにはっきり言うけど、軽んじてるのは君の方だよね。まさか俺にそんな真似できるはずねえだろ。いいえ、君はカンパニーの肩書きを持つ人を全てカンパニーの犬だと。そして私たちがお金のために魂を売り渡す奴隷だと思ってる。否定する必要はないよ。そんな目をたくさん見てきたからね。カンパニーは魂なんていう中身がないものは必要としてないんだよ。求めるのは利益だけ。私の故郷はベロブルグと何も変わらない。私たちもこの残酷な宇宙でもがきながら生きて幸せをつかもうとしてる。琥珀の王の使者たちが私にチャンスをくれたように、私もカンパニーを代表して同じようなチャンスを君たちにあげた。だからわかるんじゃないかな。君と私は違ってる部分よりも似てる部分の方がはるかに多いってこと。今君たちが故郷から出て銀河中の人たちに自分たちの姿を見せたいって考えてるのは素晴らしいことだと思うよ。でもこの冷酷な銀河でより大きな危機に立ち向かう準備はできてる？まあできてるかどうかに関係なく、ルカ、ベロブルグが君たちの力だけで復興できることを願ってるよ。頑張ってもっと勝ち続けるんだよ。さて、十分楽しんだことだし、私もそろそろ行かないと。ラフではまだビジネスの話がたくさん残ってるんだよね。トパーズ、待ってくれ。俺はトパーズを軽視してるわけじゃねえ。懸命に生きてる人がすごいってことは分かってるつもりだ。気にしなくていいよ。相手に揺さぶりをかけるのは格闘技では当然のことでしょ。